はい、どうも、こんにちは、TV です。今回もウィニングレバープリン2019やっていきましょう。ということで、今回はですね、前回バーディーをゲットしたので、もう早速ね、バーディー使っていきたいと思いますよ。もうね、ガンガンね、最初なんで、そんなにそのチーム適用率とか、めっちゃ上がってるわけじゃないけど、とりあえず使ってみようの、とりあえず使ってみたい、コーナーですね。で、まあ、この真ん中にね、ガブリエルをね、やっぱカードのね、この感じ、うん、かっこいいっすよね、すごい。まあ一応背もね、185センチあるから、うん、まあ普通にハイボールというか、結構任せられるし、うん、っていうところ、薄い適正でST がね、そうだね、セカンドトップできますね。あるんですけど、まあそんなに体力があんまないんで、あとまあパスもまあ別にそんなに上手いわけじゃないんで、まあセンターフォワードで、ね、まあ、やっぱセンターフォワードで、こうちょっと張っといてもらった方がいいのかなということで、ただこの選手ワンタッチパス持ってるんで、ね、そう、結構面白いよね。そっからのやっぱこのキック力を生かしたバディゴール。キック力97ありますから、思いっきり振り回したいけど、今一応レベルが28ぐらいかな、ね、なんで、まあ、30届いてないじゃないんですけど、うん、まあ、多分十分ね、それでもかなり強いっていうふうに思うんで、まあレベル幅も43そうだね、ぐらいだから、まあ、そこまでね、そう、うん、ぶっちゃけめちゃめちゃ育てる必要があるかって言われると、うん、まあ、30レベルで十分っていうレベルなのかなっていう感じもするんで、うん、まあ、ボックスストライカーでね、まあボックスストライカーなんで結構要は、まあ、ちょっと他 の、 あのラインブレーカーの選手が多分動き違うと思いますし、うん、まあ、一応バルベルで、まあ、一応ポゼッションとかなんで、はい、結構合う、じゃあ合う、まあそうだね、うん、2とかでも多分合うと思うんですけど、まあ3トップでちょっと裏に抜けられると、うん、まあ逆に良かったり悪かったり多分あると思うんですけど、まあ、そうだね、それがあるから、まあちょっと練習で、まあ、ちょっと見ていきますか。まず見ていきたいんですけれども、まずやっぱり走らせるか、シュートですよね、バディという絵は、うん、このバディシュー、うわー、ライジングが、ライジング持ってます。ライジングが結構来るのかな、発動する、そうだね、キック力、え、待って、アドリアナもライジン持ってたよね。アドリアナ持って、このね、ボールタッチもね、結構細かいんですよ。あ、そんなに、スッ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 といくんですよ。そこら辺の数値、そんなに、まあ、めっちゃ高いってことなかったけど、結構良くて、こんな感じスッ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 いって、うん、なんかこのシュートシュートも非常に強烈なんでね、まあ、あの辺の距離だったら、うん、まあ、狙っていけるのかな。振ってみると面白いかもね。アドリアナは左だったからね、うん、ここでこうちょっと溜めてみたいな、まあ、ただダブルタッチとかそこら辺の能力はないんで、こういう系のね、あのスライドすれば必ず出せるみたいな能力はない。おお、すごいね。ただちょっとね、これワンタッチパスでこう抜けたりだとか、ワンタッチパスあるのがね、そうそうそう、非常に面白いですから、なんかね、抜け出しで、おお、これがあるからね、気持ちいいな、バディゴーって感じですかね。まあこのシュートがその試合でね、どれぐらい、まあ、実際やっぱ結構キーパーね、これもいいシュートですね、うさんくさいではないけど結構止めてくるじゃん、アプリね、あの PS4 と同じような感じで、おお、これが入るようになってるのか。あの横からのね、結構クロスボールも強いんですよ。なるほど。で、まあ、試合でね、まあ、ちょっと形式的に、まあ、これ練習試合ですね、まあ、こんな感じなんですけどね、うん、まあ、基本的にバディに当てて、うん、まあ、簡単に叩いて、ここも打っちゃう。うわ、すげえ、まあ、ここの距離だったら打っちゃう。あれもうなんか詰めなきゃもうバディに決められると。そう、バディいけますし、このバディ来て、うん、バディ来て、バディちょっとターンして、うん、こうコントロールループ持ってるんですよ、バディは。あ、コントロールループね。不調です、ただ。あ、いきなり？ちょっと不調でしたね。まあ、後半7とはいえどもね、やっぱ不調になる時もあるんで、ただ、不調でもいける。不調のバティスティータもどうなるのか、まあ、あと適用率もね、そんなに上がってない中で、どれぐらい活躍させることができるのかっていうのもね、一つポイントだと思うんですけど、さっきのあのシュートがね、やっぱどこまで入るかが気になりますよね。強烈ですから、やっぱりバディシュートが、ね、うん、さあということで見ていきましょう。ここ取って、まあ、バディでドリブルはしないかなという、ああまあそうだね、さすがに当てて逃げるみたいな、うん、さあここ無駄って、およく取った、バディ相手引いてますね、バディゴール、マジでバディスクーター、ここで入っちゃうんだね。相手のキーパーってヘアなんですけど、あそこで入るんだね。あそこで入るね。いや結構あそこ入んないっていうか、止められるイメージの方が多いけどね。不調でしょ。いやすごいな、あれ決めれるんだ。確かに、おーっと奪ってきた、バディがここで奪って、バディスがディフェンスエースとボールだし、めっちゃ低いんだけどね。めっちゃ低いのに取ったわ。そう、ラキティッチ、あーちょっと、いやー惜しい、うん、バディ待ってたんだけどね、ちょっと違ったね。そう、出してほしいっすね、あそこしっかり。足元に出していけばよかったね。さあここ相手の方もね、結構チームパワー高かったんで、なるほど、ネイマール、ああここね、ここ一番怖いわ。ルバッペ、ここ危ない、ナイス、
オブスケスが奪ってって次はこっちのターンですからね。だからメッシちょっとこれちょっと張れるか。おお、はい、ワンタッチパスいいね。ワンタッチパスが生きてく。もう一回出して、ムバッペがラキティッチの上がりを待って、ラキティッチから通ってふんわりバディゴー。これはあるバディボレーです。確かにバディボレーだ。バディボレーです。シュートが本当にうまいっすね、やっぱり。やっぱ決定力も94、あのマックスいけばあるし。94だよね、今に2かな、うん、マックスいけばあるし、やたらやっぱシュートうめえな。92決定力あったらやっぱりキック力が97あるから、うん、キック力もありつつ決定力もあるからめちゃくちゃいいんだよね。サイズもあるしね、そう185あれば。さあワンタッチパスがね、生きてくるんですよね。おワンタッチパスで流れを作っていくと。なるほどね。さあメッシここあと打たせるだけだと。バディバディ、あーあーでかいね。これね、調子こいた、うん、あのムバッペに流しておけばいいものの、ちょっと3点目いっちゃったね。ちょっと欲しがりだな。欲しがったね。欲しがりバディだったな。ダメだった。あのムバッペに出せとけば完璧だったね、ワンタッチパスも。傲慢なバディ、うん、これね、打ちたいっていう気持ちが。まあそうだね、振ってきたいからね。あとさあここ奪われてく。ここのショートカウンター怖いよ。もうね、裏がね、こういう風に使われるんですよね、ムバッペに。まあそれはしょうがないよね。さあ1枚アザール、はい、おい、ナイス、かわしい。ここバディが戻ってくる。バディナイスボール。サウル流した。サウルが流しちゃって見送ったね。バディが戻ってきたね、めっちゃね。さあここ、ああここネイマール田舎入られて、いやーこれしょうがないね。決められていっちゃうんですけど、ちょっとあそこの場面でサウルがね、見逃しちゃったのが、まあ運の尽きというか。あれはでも結構ウィレアプリあるあるというか、うん、なんかそのパス出してるのに反応しない、うん、なんか謎に流しちゃったりとかすることあるんで、まあ、ボディ数でもすげえ下がってきた。なんか下がってきたんだよ、なんで。いやまあ、ポストプレイヤーだ、ボックスストライカーだって。なんか下がる習性あるっけ、あんまり。いや、そんな聞いたことないけど。俺下がらしたあれないけど、自分の操作で。なんか戻ってきた、欲しがった、欲しがりだ。さあ、ここね、2-1なんで、うん、まあ基本的にね、ここちょっと危ないところなんですけど、うん、まだバティいけるんで。まあ、あのそう体力がね、あんまりないんで。バディ、ここ流して、メッシ、サウール、やっと。いやちょっとね、ここ呼ばれてる。サウル、このね、パスミスのところがちょっと怖いところあるけど。バディのところがね、相手のケアしてます。うん、おっと、マネがすごいぞ。縦のゴリがね、まあ一番。ゴリゴリしてきて、うん、危ないと。ここ硬いんでね。ここはね、まあしっかり。うん、揃えてる、ね。揃えてれば、それなりにという。ところですけどさ、こうラキティッチも赤、うん、さワンタッチ落としていいワンタッチだ、バディ、おバディ、ギュギュシュー、あーナイスキーだ。3点目決めたいね。ちょっとやっぱ体力ねえな。体力ないっす。キック力もなんかちょっと心なしかちょっと気持ち弱まってるというかね。まあ不調なんでね。ありがとうございましたという、ね、うん、まあこれでもデビュー戦というか本当に全く初めて、うん、もう本当に取ったらもうすぐ使ってるんで、まあ、あの監督の、ね、適応率も上がってないですし、うん、まあ、これだけの、ね、不調で活躍してくれたんで、ね、まあ、全然良かった、まあ、これからちょっとまた戦術適応率上げた、なんだかんだあのシュートすごいっすよ。いやすごい不調だよあれマジで。クリバリ、おお、あとはロナウドさんみたいな、まあそうですね、お願いしますよ、現役の力見せてもらいました。ロナウド先輩、後輩、後輩やな。ロナウド後輩やな、うん、さあこ こ勝ち切るところですね。もちろんね、勝ち切っていかないといけないということで、ね、2-1 だとね、怖いからね。そうだからこうやって引かれる相手に対して、うん、まあ、完全に結構相手の方も引いて取ろうとしてるんで、うん、ここであれなんですけど、落ちてきてそロナウド当てる、ビエラ、ムバッペ、ロナウド、ロナウド現役のロナウドがゴリ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 、ちょっとあれは、あれは理不尽だな。ロナウドです、最高ロナウドですか、完全に入ってるのにあれやられるとな。といった感じでね、でもデビュー戦で2点、うん、3点決めさせてあげたかったんですけど、でももしかしたらちょっと使い方的には前半使って後半は変えるっていう方がいいのかもしれない。そうだ、ちょっとやっぱ明らかに不調とはいえ、やっぱ最後の3本目がね、やっぱどうしてもちょっと弱まってた、弱バディだったから、これ1本目やばい、これみたいな不調やぞ。これはすごいね、確かにこれ前半のバディ、後半のロナウドみたいなあるかもしれない。これよく通ったんだよ後半の後に、うん、いや、アドリもある。アドリもある。後半のアドリでもいいかもしれない。うん、前半のバディ、後半のアドリアン。早すぎて反応できてないパターンだよね。これも良かったっすね。バディボレー、ね。これはちょっとね、あの足に当たってラケチッチに来て、バディボレー。うわ、素晴らしい。バディボレーね、しっかり。うん。落ち着いてね。
こうやって横に合わせるボールももちろんワンタッチシュートも持ってるんで、うん、あの横から来るボールだってあのワンタッチで打ってもいいし、でシュート力もあってワンタッチパスもあるんで、スキルはね、まあダブルタッチルーレットないですけど、いいスキルを持ってる、ね。これいい抜きでしたね。これね、ちょっと1本ね、やられちゃいましたね。ちょっとサウールからのね、あれで、ね。あれはまあちょっとね。これか弱バディシュート。うん、これ弱バディのね。弱バディ、ね。ここね、もう本来だったらここ弱バディ。ああ、ちょっと弱いかもな。コースもちょっと甘かったっていうのもあるのかもしれないけど。あの、コンテンツループしてもよかったかもしれない。ああ、そうだね。それももしかしたら来てたかもしれない。まあ、最後はね、やっぱロナウド。ロナウドがありますけど、ロマン見せるんだったらやっぱバディ、アドリアの。バディアの。バディアの。まあ、ちょっと混乱の部分ね。そう。うん。すごいよ、こいつ。どうなってんだ、今の、最後。もうなんか決めちゃうとしたらね。そう、なんか決めちゃうと、まあ、いった感じでね。まあ、といった感じで、今回ね、バディストゥータね、まあ、使ってきたわけなんですけど、今28レベルなんで、まあ、レベルとかも上げつつ、うん、あとは監督の適応率とか上げて、そうだね。まあ、2トップとか、まあ、1トップ、多分ね、1トップでもボックスストライカーだから、ボックスストライカーだっけ？そうだね、あれなんで、ボックスストライカーだね。あの、多分、1トップでもワンタッチパス持ってるから、結構良かったりもするかもしれないし、ちょっといろんな監督で、そうですね。試していこうかなって。で、やっぱりまあ、その使い方とかも、そう。まあ出てくると思うんで。そうそうそう、まあ他のね、レジェンドも。そう、いますものすごい今出てるんでね、新規。クライファートもいるし。クライファート。なんだっけ、アデミウスなんだ。アデミウスアデミウスはい。あのドリブルすごそうな選手もいるんでね。使いたいですね、はい。ちょっとそこら辺も使いたい。はい、うん、まあそこら辺も動画にするんで。そうだね。まあ、興味がある方がいれば、チェックしてみてください。はい。では、じゃあ、さらっぽー。